吐き、足で踏んだ小枝が折れました。やばい、冷や汗が背中を伝います。あなたは体の他の部分を動かさず、ゆっくり頭だけを後ろに向けます。よかった、大丈夫でした。すぐ後ろにいる巨大なヒグマは深い眠りについていて、音が聞こえなかったようです。あなたはもう小枝を踏まないように注意しながら、そろりそろりとその場を離れました。他の多くの動物たちと同じく、クマは餌の見つかりにくい冬を生き延びるため眠って過ごします。クマは魚や肉だけでなく植物も食べます。厚く積もった雪の下でベリー類やどんぐりを探すのは困難ですから、冬は大変な季節なのです。それでクマはこの食べ物の少ない季節を眠って過ごせるよう進化しました。そう、冬眠です。寒くなるとクマは居心地が良さそうな穴を探します。そして通常干し草や木の枝を並べ、ゆったりと横になり眠りに落ちるのです。睡眠中、クマは自分の足を吸います。お腹が空くからではありませんよ。肌の新陳代謝のため痒くなるんです。そのため舐めてしまうんですね。睡眠中のクマはとても敏感で、すぐに起きてしまいます。その時は注意が必要ですよ。クマは起きるととても空腹で怒っていて、朝ごはんにあなたを食べてしまうかもしれません。予期せずに冬眠から起きてしまったクマはまた眠ることができないこともあります。そして森の中を食べ物を探して歩き回ることになります。でも食べ物はほぼ見つからず、疲れ果てて倒れてしまいます。通常クマは巣の中で一匹で寝ます。ですが出産したばかりのメスは子供たちと一緒です。母親が眠っている間、赤ちゃんたちはお乳を吸います。そして母親が冬眠から目覚めると、子供たちはしっかりと毛皮の生えた大人になって巣から旅立ちます。クマは特別な代謝のため、最長で6ヶ月何も食べずに生きていけます。動物の食事には通常の体温を保つためのエネルギー貯蔵を補給するという目的があります。ですから体温を下げると体温を保つためのエネルギー量は減ります。クマの冬眠時の体温は30度に下がります。さらに呼吸と心拍数も著しく下がります。そしてクマが食べないでいられる期間も長くなるのです。体はクマの体脂肪として蓄積されたエネルギーを使い果たします。冬眠中、クマは体重が半分になることもあるんですよ。そして春の暖かさと強烈な空腹で目が覚めます。4時間食事をしないとお腹が空きますよね。6ヶ月空腹のまま眠った後はどんな気分でしょう。冬眠の究極の記録保持者は北極自立です。8月の初めから4月の終わりまで寝ていられるんですよ。このリスは1年のほとんどを、そして一生のほとんどを寝て過ごすのです。眠っている間は氷になります。体温はマイナス3度まで落ちますが、脳の温度は凍る少し手前の温度にとどまります。リスやクマに長期間眠るための特別な期間があるわけではありません。人間もそうです。人間だって体温を下げられるんですよ。普通に夜眠る時も体温は少し下がっています。ですがそれでは代謝を下げ、長く眠るのに十分ではありません。もっと体温を下げないといけないんです。ですが人間の体は体温を下げようとはしません。ボランティアのボブに協力してもらいましょう。寒くなると体は優先順位に従って熱を再分配します。手や足は優先順位が高くありません。熱は重要な臓器に集中し、そのため四肢は凍ります。ボブの呼吸と心拍数は熱を重要な器官に送るため上がります。サーモスタットはもっと下がります。そして熱は体の外側から内側に向かっていきます。そのせいでボブの肌は雪だるまのように白くなります。それに突然トイレに行きたくなりました。血流が速くなるとともに、ボブの体は老廃物を作るのが速くなり、すぐに排出したがっています。体温はもっと下がっています。ああ、もう動くのも大変です。人間は体脂肪が薄いですからね。まあ人によって差はありますが、人間の断熱力は弱いもので、冷たさが筋肉に伝わり氷の彫刻のようにカチカチになってしまいます。
そしてここでボブの心拍数は下がり始めます。ですがあまりに劇的に下がりすぎて思ったような効果が得られません。かわいそうなボブの体温が下がり続けるとやがて意識を失い内臓が機能停止してしまいます。もうわかりましたね。温度を上げましょう。そしてボブに温かい服を着せて熱いお茶もあげましょう。勇敢に挑んでくれた彼に拍手。寒い冬を飛ばせるだけでなく冬眠は実用的な適用法があり NASA は実現可能だと考えています。火星まで行くのには9ヶ月ほどかかります。そして貨物は重くなればなるほどコストが増えます。ですので宇宙飛行士の食料を減らす方法があれば助かりますよね。彼らに冬眠タンクに入ってもらえれば理想的です。一人は起きたままで他のメンバーの状態を監視します。そして宇宙ナビゲーションシステムが目的地への到着を告げたら冬眠している人たちを起こします。途中で起こしてしまわないように気をつけないといけませんね。これまでに安全に体温を下げる方法は発見されてはいませんが冬眠したらどんな感じになるか想像してみることはできますよ。地球上のすべての人々が居心地のいい家に閉じこもります。カーテンは閉めて日光が入ってこないようにします。ベッドの脇に食べ物を置いておくのを忘れずに。冬眠から目覚めた時には猛烈にお腹が空きますからね。さあ冬眠のスタートです。地球上のすべての人々が眠ってしまい街を維持する人がおらず変化が始まります。24時間の眠りの後世界中の発電所が機能停止を始めて街の明かりが消えます。テレビもインターネットもです。ですがダイヤモンドのように輝き続ける場所もあります。ラスベガスです。巨大な水力発電所を電力源としていて放置されても長い期間機能することができるのです。ですが夢のようなラスベガスは今必要じゃありません。みんな睡眠中で夢を見ていますからね。1週間の眠りの後招かれざる客が家を訪ねてきます。アライグマがゴミ箱に入り込み冷蔵庫を漁るのです。ドアの鍵をどこからか見つけたようですね。電気がないためスーパーやレストランの冷蔵庫は停止します。そして食べ物や日用品が腐り始めます。その匂いは様々な腐食性動物や害虫を引きつけます。人間が眠り始めて1ヶ月経ちました。野生動物が誰もいない町に避難してきました。以前鹿は町の外でしか見ることができなかったはずですが今は自由に町をうろついています。3ヶ月経ちました。雪が積もると大抵除雪をしますよね。でも今はできる人がいません。電気やガスなど都市の公共施設はその負担に耐えられません。雪が溶け始めると部分的に浸水します。地下鉄や地下室に水が入ってきます。そして春が来てあなたは目覚めました。とても寒くてすぐに温まりたいと思います。そして次は冬眠前に用意しておいた食べ物を食べます。3ヶ月の間に腐っていないといいんですが人々は家から出てきて冬眠後の影響に直面します。誰もいない道路を走り回ることに慣れた動物たちを追い払わなければなりません。そして電気やインターネットの復旧も必要です。何週間か経って世界は通常の姿を取り戻します。世界中の人々は最も好ましくない季節を飛ばすことができたことを嬉しく思っています。地球上のどの動物よりも長く眠りたい人にはその選択肢もありますよ。未来への旅行です。でもこれは片道切符ですよ。冷凍するという選択肢だからです。現在では体を極度に低い温度に急速冷凍する技術があります。この冷凍方法で体の老化を止めることができるとされています。凍った状態だと長期保存が可能なのです。ただ一つ問題なのは現在の技術では深部まで凍らせると体に重大な損傷を与えてしまうということです。これは大問題です。未来の科学者や医師に期待するしかありませんね。未来では損傷を受けた細胞組織を再建し凍っていた人を戻すことができるかもしれません。1000年後に目覚めて空飛ぶ車や宇宙旅行が現実となりアンドロイドと人間の住む驚くべき世界を目の当たりにするなんて想像できますか？